よし、じゃあ今日はメメントスでも行こうかなと思うんですけど、あ、もうマックスばっかりだな。あ、進められないじゃん今日。まあもうそんな残ってないからね。とりあえず教会行って、いろいろ買って、じゃあメメントス行こうかな。やっぱりいらっしゃいませ。今ミッションいくつくらいだろうな、溜まってんの。そんなない気がするな。2つぐらいじゃないですか。アイショット、アイマザー、小田くんのやつで、これは双葉のあのね、友達のやつですよね。あ、そうか、これまでやってねえんだ。無差別暴行事件を終え、そうだ、あの花屋のバイトのやつが中途半端になってましたね。ちょうどいいや、それをやりますか。これでミッション3つになるもんね。そしたらまあどうする、明日メメントスに行けばいいから、じゃあバイトをしましょう。やっぱり似合ってるな、そのエプロン姿。ほっとけモナは、顔を引っ込めとけ。そうだ、お疲れ様、そろそろ時間だよね。あ、帰るとき気をつけなよ。最近この辺り物騒だし。あ、なんか暴行事件がね、起きてるらしいですよね。何かあった？あのね、あれ聞いたことない、暴行事件が起きてるの。おとといも裏路地でおじさんが誰かに殴られて大怪我したんだって。これ無差別にやってんだよね。相当タチ悪いですよ。なんか犯人に関する情報とか知ってます？噂なんだけどね、殴り心臓ってやつじゃないかって。あ、多分そいつですね。名前的にね、ここらじゃ有名なワルなの。でも証拠なくて警察も手を焼いてるんだって。私も不安で遠回りになってでも表通りから帰ってるの。あ、そうした方がいいっすよ。こんなやつ警察が無理でも回答なら退治できないのかな。あ、忘れてた、じゃあこれ今日の分のお給料ね。ありがとうございます。回答団がねやってくれるんじゃないですか、そんなやつは。お疲れ様。君も帰り道気をつけてね。お疲れ様。調子はどうだ。お疲れさん、なかなか頑張ってたな。優しさがあって。なあなあ、今の話どう思う。いや、放っておけないでしょ。あ、よく言った、名前は殴り心臓だったな。メメントスで欲望を頂戴しようぜ。殴り心臓を殴ってやろうぜ。するか。それじゃあそろそろ帰ろうぜ。殴られる痛みをね、教えてあげようぜ。ああ、帰ったか。そしたら今日はまあ、岩井さんのやつあるけどあげられない。あと三島か。まあ明日メメントスに行くとして、とりあえずあれだね、岩井さんのやつをやれるようにして、岩井さんのやつやろうかな。なんか不吉なこと言ってましたね今ね、ミクネさん。どうしますか。まあこれ上げてやれないかもしんないけど、もしやれたら岩井さんのやつやろう。行きますよ。あなたの気持ちが相手に届いたはずですよ。よし、どうですか。じゃあ岩井さんのやつやろうかな。よし、じゃあ岩井さんのやつをやりましょうかね。世の中いろんな事件で騒がしいな。まあサツが他に目を向けてくれりゃ俺の仕事もやりやすくなるってもんだ。
まあ、今警察はね、ある意味私に目を向けてるんでしょうけどね。で、今日は何の用だ。仕事がしたいです。約束通りコキ使うぜ。どうすんだ、岩井に付き合うのか。あと2回ぐらいで多分マックスですよね。付き合いましょう。じゃあ店の仕事だ、ガンマニアさん。おい、この銃は注意しろ。買いたいってやついたらまずは俺に言え。こいつは年代もんなんだ。よっぽどの愛好家じゃねえと売る気はねえ。ああそうなんだ、了解です。ああ津田だけどよ、噂だが奴は破門になったそうだ。取引の失敗が組長にバレたんだと。あ、そうなんだね。いい気味だよな。そうだな。生きてるんでしょうか、そんな目にあって。らしい。聞いたとき思わずほっとしまったぜ。ムカつく野郎だけど知らねえ間柄じゃねえからな。それにしてもよ、任侠の鏡みてえな津田がな、これも奴がいてた時代なのかね。なんだ、お前か、津田のことなら。ん？何？てめえ、自分が何してんのか。なんだ、なんだよ。今度は何だって言うんだ。ふざけるな、そんなもんてめえの。おい、待て。ムネさん、またトラブルですか。そったれ、カオルが連れてかれた。マサの野郎だ。え、あのマサですか。カオルは無事か。あの三下のマサ、決まってんだろ、じゃねえとぶっ殺してやる。あのクソジャリー、津田の失敗をしててチャンス狙ってやがったんだ。店はどうする。海浜公園だとよ。お前店鍵、一緒に来い。そうだな、まあ、今カオル君のことが心配だ。こいつ何を企んでるんだ。カオルを返せ。やだな、ムネさん、塾の帰り道のカオル君を普通に誘っただけだろ。おい、なんだじゃあその刃物はよ。ねえカオル君、ごめんなさい、この人がお父さんのトラブル教えてくれるって。そしたらカオル、そっか、てかまあこれで結局ね、カオル君知ることにはなっちゃいますね。マジいい子だよね。おい、ふざけんじゃねえぞマサ、君がムネさんの射程ってやつだな。思い出した、前にファミレスで見たガキ。おい、カオルを返せって言ってんだ。うるせえな、聞こえてるよ。おい、俺に何させる気だ。津田に渡すはずだった改造銃、それ俺がもらう。もう全部分解しました、残念でした。津田が破門になったのはいいとして、俺が若頭になるには実績が足んないんだよ。手土産が欲しいんだよね。タイミング悪かったな、全部処分しちまったよ。残念だな。じゃあこの話はなしで。そんなんで断れると思ってんのか。俺さ、知ってんだよね、カオル君の例の件ってやつ。おい、やめろ。な、例の件って、そのあれだよね、カオル君のお母さんのこととか。お父さん、カオル君来年受験だっけ。このことが周りに知れたら受験どころか人生パーじゃないかな。車でこの男が言ってたんだ。僕は足かせ、お父さんの弱点とかなんとか。もしかしてそれ、話してよ、僕は大丈夫だから。そうですね、子供は黙ってろ。これさ、まあでも今ここで言ってしまったら、カオル君にね直接、まあ、いつかは伝えなきゃいけないことじゃないですか。っていうか、だからここで伝えてしまえば、ある意味もう
岩井さんに弱みはなくなるわけで。おいおい、今は商談中だぜ。商談中、とりあえず納期言えよ。もちろんなるはやでだ。くそ、ガキなんて引き取らなきゃ面倒なことになんなかったのにね。ごめん、僕のせいなんだね。いやもうこれ言っちゃいましょう。岩井さん、カオル、あ、やっぱり信じて伝えよう。カオルを信じるんだ。ムネさん、お前カオルくんならちゃんと受け止められるはずだ。そういう子でしょ。なにごちゃごちゃ言ってんだよ。なあ聞け、カオル、ずっと隠してたことがある。バレたらいろいろ言われるのが目に見えてるからな。お前の実の両親は事故死じゃない。お前は母親に捨てられて俺に引き取られたんだ。極道の俺にな。え、極道っていうのもね、初めて知りましたね。言っちゃった、こいつ言っちゃったよ。そんなんで変わるようなやつじゃねえんだよ、カオルくんは。そうなんだよカオルくん、名探偵の俺の調査によるとだね、君のママはね、お金欲しさに赤ん坊だった君を売ろうとしたんだよ。売る？ムネさんが買い取ってくれないから邪魔になって捨てちゃったんだって。で、極道に育てられるってねえ。ああ、すっきり、実はずっと喉まで出かかってたんだよ。知ったらどんな顔するのかなってね。おいマサ、後で覚えとけよ。絶対岩井さんにボコられるからな。はあ、ウケる、超かわいそう、ふはははは。いやでももうカオルくんはムネさんのことをね、親だって思ってるから。そんなのただの昔話だろ。僕は子供じゃないんだ。そんなつまんない秘密で僕がビビると思ったのかよ。なんかちょっとあれですね、凄みが効いてるというか。あ、捨てられたんだろうと、お父さんがなんだろうと、血のつながりなんかなくたって僕とお父さんはヤモリでつながってる。誰がなんて言ったって関係ない。僕は僕で、お父さんは僕のお父さんだ。さすがカオルくん。ふ、そうだなカオル。マサ、ここらでやめとけ。今なら水に流してやる。あん、お前状況分かってねえの。カオルくんの背中に。お前こそ分かってねえな。お、あ、須田さん、やってくれたなマサ。須田じゃねえ、兄貴。組長に歌ったのはてめえだな。昔からペラペラ喋る癖あるもんな。違いますよ。は、誰に向けてんだ。あ、すんません。息子、胸にそっくりじゃねえか。肝座ってるぜ。あんたこれからどうするつもりだ。とりあえずこいつに落とし前つけて、そっからのことは考えてねえよ。じゃあな、二度と会うことはねえだろうよ。達者でな兄貴。これが本当の津田さんなんですね。行こうか。怖くなかったか、ちょっとだけ。いやなんかドスが効いてたというか、凄みを感じましたけどね。さすが岩井さんの息子。にしてもあの状況でよくあんなの言えたもんだよ。いつの間にか男になってやがって。岩井譲りだな。いや、カオルの方がずっと大人だよ。自分のガキの頃に重ねすぎてカオルのことをちゃんと見れてなかったのかね。こんな時に気づかされるなんてよ。へへ。
助かったぜ。あの時お前が言ってくれたからだ。本当にありがとな。カオル君もね、ずっと知りたかったことだからね。よし、良くも悪くもこれで知れて良かったなって思いますよ。安心したらお腹空いたな。また3人でファミレス行かない？よく食うな。そのうち俺の背も追い越しちまうかもな。行くぞ。よし、行くぞ。行こう。3人で和やかに食事をした。カオル君の将来もね、楽しみですね。よう、俺だ。今日はトラブルに付き合わせちまって悪かったな。カオルのやつ無事だったのはいいけどよ、たらふく食いやがるもんだから驚いたぜ。お腹空いてたんだな。にしてもあいつヤモリでつながってるってよ。いつの間にか一丁前のことを言えるような男になってやがったんだな。イモリじゃダメなの？さすが岩井の息子さんだ。気も座ってたね、本当にね。俺なんぞにはもったいない、できた息子だよ。全く誰に似たんだか。ああ、お前らに付き合ってくったら腹パンパンで限界だけどよ、マジで最高の気分だ。猫、ありがとうよ。お前はいい仕事してくれた。へ、なんか柄にもねえこと言っちまってんな。夜風に当たって頭冷やさねえと。んじゃ、またな。収まるとこに収まってよかったですね。よし、じゃあ今日こそはメメントス行こうかな。よし、行くの？じゃあ出発するか。行きましょう。まず最初は誰だ？いた、殴りシャドウ。なるほど、ミエスキーが危ないわね。無差別暴行犯の、無差別暴行犯、表記に見入られたか。改心させなきゃ、安心して歩けないよ。よし、行こうぜ。やるしかないだろう。痛みを教えてやろうぜ。あ、カイト？俺に会いに来たの？べー、俺って世界クラスの超有名人だわ。勘違いやろうが。うわー、うざいタイプ。で、何のよ。まさか喧嘩売りに来た？まさかね。とぼけやがって、イカれた暴行犯が。俺は世の中のためになることやってんだよ。増えすぎたジジイ消してんの。お前の溜まったストレスのはけ口にしてるだけだろ。 This is 正義、俺 is justice つかてめえらに関係ねえだろ。お前みたいな腐ったやつを放っておいたら世の中に悪影響なんでね。こいつを殴るぞ、ジョーカー。ああ、タコ殴りだ。ああ、もう手遅れだわ。お前、死刑確定だわ。俺に喧嘩売ったこと後悔しながら怒られるや。これでしまいだ。なんてことを。俺、なんてことしてしまったんだ。鬱憤晴らしたいからって関係のない人を。すいませんじゃ済まねえぞ。暴行傷害ずいぶんやったんだろ。俺はどうしたら。自首しろ。そして罪を償ってみんなに謝罪しろ。警察で全てを話しなさい。自首、やっぱりそれ以外ないか。とんでもないことをしてしまった以上、裁きを受けます。しっかり反省しろ。死人が出る前でよかったな。感謝するがいい。いた、カナちゃんの親のシャドウ。子供を操ろうとする親御さんってどうしていなくならないのかしら。
考えすぎんなって。食い物にされてる娘の方を心配しようぜ。双葉の友達を救うためにも改心させなきゃ。行くぞ。そうだな、やるぞ双葉。かなちゃんのためにも。ハズレ負け借金、ハズレ負け借金。いやもうお前ら学べよ。やんない方がいいってことじゃねえかよ。どうして二人して月が来ねえんだよ。おかげで年中貧乏してるじゃねえか。もうギャンブルやめろ。失礼ね。答えは出てるじゃねえか。カナを学校になんて行かせらんないよ。稼いでもらわなきゃ。なんでお前たちの借金を娘に背負わせてんだよ。少女の色気でも恥じらいでも金に変わるんなら何でもってきな。ふざけんじゃねえよゲス野郎ども。それでも親かお前ら。かなちゃん死ぬほど苦しんでんだぞ。金になるんだから仕方ないでしょ。かなが稼がなきゃ一家二三なんだよ。娘を食い物にするんじゃねえ。クソどもが。俺たちが悪いんじゃねえ。俺たちに月が来ないのが悪いんだ。文句あるの？カナが我慢してくれてりゃいつか一発逆転して幸せが来るんだよ。やっぱりこいつら芯から腐ってる。ジョーカー、カナちゃんを救ってくれ。生意気な小僧め、一発で飛ばしてやる。子供のどんちのことに余計な首突っ込むんじゃないよ。こいつらの目を覚まさせてやるか。どんなもんよ。かなちゃんにもうそんなことすんな。悪かった。仕方なかったんだ。借金の山で。本当ひどい親だよ私たちは。本当だよ。本当にそうだからな。なんでお前たちが苦労しないでそれを娘にさ楽して稼ごうっていう風な考えからそこに行ってんだろ。まず二度と娘を苦しめるな。分かったか。分かってる。こんな生き方は変える。カナにはもうあんな仕事をさせやしない。ごめんよカナ。借金も整理して返せない分は私たちが被る。それも当たり前だからね。賭け事はやめて真面目に働いて少しずつ返していくからさ。絶対だぞ。かなちゃんを二度と苦しめるなよ。小金が欲しいと賭け事を始めて気がつきゃかなをひどい目に遭わせてた。可愛い娘にうまいものを食わせたいと思う親だった時もあったのによ。そうだね、あんたかなだけは幸せにしてやろう。ありがとうジョーカー。カナちゃん救われそうだ。マゲオ夫婦は改心したようだ。カナの状況を確かめてみよう。あ、小田ってゲーマーの母親シャドウ。話しかけただけで噛みつかれそう。すごいモンペなんだよね。自分勝手で。子供にとっちゃ親が全てだ。なんとかしてやらねえと。ああ、お前ら行くぞ。こんな冷たい世の中、綺麗事じゃ生きられないのよ。母一人子一人、誰も助けちゃくれない。みんな白い目で見やがって。そんなことはないんだよ。確かにそういうこともこれまで多かったのかもしれないけど、あなたがそういうことを続けてったらね、本当に誰も助けてくれなくなっちゃいますよ。あなたが本気で助けを求めたら助けてくれるんですよ。周りは全部敵なの。戦わなきゃ、潰される前に潰さなきゃ。深夜のことをないがしろにしている。今のあなたは改心せねばならない。他人に何がわかる。強くなるしかないの。あたしらみたいな負けたら終わりのやつは。負けても終わりじゃねえんだよ。欲しいの
他人にバカにされない幸せが。バカにされるとかされないとか、そんなの関係ないでしょうが。自分の心持ち次第なんだからね。邪魔する奴は死ねばいい。もうそんな必死に頑張る必要ないんですよ。負けた。また全部奪われる。負け組のレッテル貼られて、プライドもお金もなんもない。こんな私、もうどうしろっていうの。息子がいるじゃないですか。深夜。私には深夜がいる。あなたの一番の味方ですよ。私は一番の幸せを持ってた。あの子のために本当にいい母親にならなきゃ。これで母親も改心するだろう。深夜のところへ向かおう。まあ、やるべきことはやりましたがね。まだ犯人捕まんねえの。警察は何をしてるんだ。ちゃんと働けよ、税金泥棒が。いつまで怪盗団を野放しにする気だよ。この国終わってるわ。誰か責任取れよ。本当に終わってきたな、この国。早くなんとかしないと。犯人は学校の人じゃないかな。どうしたんだ、ハルさん。急にどうしたんだ。なんか見つけた。だって校長先生のところで予告状見つかったんでしょ。ユウスケもそう言ってたよね。あれはあくまで一般論だ。怪盗団のことだってマコちゃんが気づいたわけだし。だから他にもいるってこと。急にどうしたん。どうもしてないよ。やっぱり犯人は囚人学園の関係者じゃないかな。ああ、いや犯人はね、特捜部長とかそういうもうクラスになってくるんですよ。で、配信家の犯人は分かんないんだけど、学校関係者じゃないんじゃないかな。違うと思う。だってさ、もしも本当に学校関係者なら校長のところに予告状なんてしないと思うんですよ。だってそんなことしたらよりね、あの学園が怪しいんじゃねってなってくるでしょ。そんなことしたらその自分たちが疑われるじゃん。あれはあくまでも怪盗団をそういう風に見せかけるための、貶としめるためだけのものでしょ。一体何なんだ。安直すぎるぞ。せっかくプロがいるんだから意見を聞きたいなと思って。明智くんはどう考えてる。可能性はゼロじゃないけど、ちょっと考えづらいね。どうして。普通の人間はこんなことはしない。する必要がないからね。普通じゃなかったら犯人は快楽殺人者だと。そうじゃなくて、あの世界で活動するにはそれなりの能力が必要でしょ。犯人はペルソナを使える。うん、なるほど、鋭いね。実は僕もその可能性は考えていたけど、学校の関係者というのはやっぱり考えづらいかな。どうして。こんな手の込んだことをする必要はないからだよ。犯人は何か大きな目的を成し遂げるために暗躍している。多分単独犯ではない。もしかすると誰かに操られてるのかもしれない。操られてる。一体誰に。それが分かっていたらお互い苦労してないだろうね。そっか、明智くんでも分からないか。天才探偵も地に落ちたな。相変わらず手厳しいな。一つだけ分かるとすれば、犯人は相当な切れ者ということだ。
でも安心して、必ず僕が捕まえてみせるから。できるのか本当に、明石くん。それよりも、まずはサエさんの改心だ。サエさんを改心できなければ、すべては水の泡になる。何としても成功させよう。ここで捕まったら、そうですね、積み重ねてきたことがすべて水の泡だ。何としてもやり遂げるぞ。いやでもね、モナ、捕まんのよこの後捕まるってことは分かってんのよ。お、さてさて、ペルソナじゃない、あ、そうか、まずはマッサージして、おい、してもらってと。え、これマッサージしてもらった後にカレーって作ってもらえないですよね、多分ね。気持ち、さすがにそこまではいいんじゃないでしょうか。お、またね。今度カレー作ってもらおうかな。大家さん、三島、もうほんと大家さんと三島と岩井さんぐらいな感じになってきたね。あと小田くんか。これカレーってさ、ナナ、そういえばご主人からカレーの作り方を習ってたよな。そう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 。お、カレーの材料が余ってるぞ。どうする？どうする？カレー作るか。川上に頼もう。うん、なるほど。頼んどけば他のことできるもんな。マッサージも頼んで、これもカレー作りもお願いするってね。どじまりなかなかですけど。俺は帰るけどよ。火気ぃつけろよ。はーい。何回頼むんだよっていうね。ありがとう川上先生。お待たせしました。カレー作っとけばいいのね奥でやってくれてますね。じゃあ大家さんのやつを進めようかな。次で9とかかな。かよの件で話があるんだ。大事な話、ちょっと聞いてもらえるかな。確か精神病院で見つかったんですよね、カヨさんが。どうすんだ、大家に付き合うのか。付き合いましょう。あんがとね。ありがとう。立ってないで座んなよ。あのさ、カヨに会ってきたよ。お、どうでした？げっそり痩せて別人みたいだった。私を見ても何の反応もない。廃人っての、多分ああいう廃人。事件の真相は謎のまま、喋れる状態じゃなかったから。病院の話じゃ1年ほど前に行き倒れてたの拾われたみたい。何も持たず海岸でフラフラして、親切な院長の奥さんが世話してたの。ああ、じゃあ助けてもらってたんだ。治る見込みあるの？そうなるのを祈るだけだよ。あたし身元は教えず帰ってきた。カヨは今も、容疑者だから、連れて帰ったら面倒に巻き込むだけ。じゃあ真相は永遠に謎のまま。汚職官僚とカヨちゃんを闇に葬った事件の、カヨの髪留め、一見ただのアクセサリーだけど、実は小型カメラ仕込まれてるんだ。なるほど。カヨの最後の電話でね、すごい写真撮ったって言ってた。じゃあ写真は殺された官僚の密会現場だった。相手は裏金ルートの黒幕だろうね。けどよりによってそいつ、あの指導の腹心なのさ。ああ、指導議員の。指導ってあの有名な政治家さんだよね。その腹心の男が黒幕ってことは、自分で着服したのか組織ぐるみか、何にせよ
官僚さえ消せるのも納得さ。きっとカヨは一度は逃げ延びたんだ。でも多分何か事故にあって廃人状態に。あれ待てよ、これまさか廃人状態になる事故って廃人化事件ですよね。これやっぱ指導議員がそういうことなのかな。引っかかるけど、ともかくカヨを口止めする必要がなくなって奴らはカヨを放置した。すごい写真とともにね。ふん、カヨのジャーナリスト魂なめんな。すごい、その推理が正しいなら大スクープじゃない。でもまだ記事にするのはちょっとこの段階では難しいかもしれない。当事者のカヨに証言能力がないし、事件を捏造した確かな証拠としても厳しい。うわ、そうなんだ。半端な準備で臨めば簡単にもみ消される。これはまさか諦めるのか。ここまで来て私を誰だと思ってんの。追うに決まってんでしょ。それでこそ大家さん、半端な準備って言ったろ。完璧にすんの時間かかるのさ。それじゃあ長期戦になんの覚悟してるし、カヨの写真でターゲットは絞れた。証拠を固めて潰されないよう根回して、この手で必ずカヨの仇を取ってやるんだ。てなことで君とは取引終了。あたしとつるむとやばいことになる。わかるだろ、本当に危険なんだよ。敵は平気で人間を闇に葬るやつなんだ。俺の敵もそういうやつなんすよ。あたしだってただじゃ済まない。ここに来るのも今日でやめときなさい。これは力になりたいですよね。一人にできない。ちょ、なんだよ急に。一丁前のこと言ってさ、気持ちはありがたいけどさ、そんな生優しい話じゃないんだって。まったくあんた相変わらず素直じゃないわね。こうやって話聞いてくれて、あんたを励ましてくれる子もう現れないわよ。でかいお相手に長期戦なんだろう。なおさらそばにいてほしいんじゃないの。はそばにとかねえし。坊やだって危ないのは覚悟の上でしょ。もちろんだ。わかった、君は君の意思で首突っ込むってことだろ。なら私に言えることはない。この事件は自分自身の手で決着つけるけど、事情を知ってる味方がいるのはありがたいよ。じゃあ決起会だ。君のためにピンドン入れちゃう。ピンドンなもんないわよ。適当なスパークリングなら用意できるけど、もちろん坊やはウーロン茶。ウーロン茶大好きです。ちぇー、しょっぺー決起会だ。まあいっか、君という心強い同志ができたことだしね。よりによってね、あの指導の腹心でしょ。こっちとしても無関係じゃないんでね。じゃあ用意してきてあげるからちょっと待ってて。あのさ、ねえ、どうしてここまでしてくれんの。記事のためなんだろうけど、ここまで付き合う義理ないでしょ。ああ、さてはいつぞやのあれ、本気にした。部長の前でカップルのふりしたやつ。まったく、子供はウブなんだから。ああ、ついに大家さんでもこの流れが来たか。あのカップル演技さ、え、本気にしたけど。その前提でね、これまで会ってきたけど。は？もう付き合ってるよね。そしたら何？リアルに付き合ってたつもりってこと。恐ろしい男だろ。そういうことなんだよ。なんじゃそりゃ。まあでも、そのマジで。ああ、マジだ。石子が好きだ。
何度も言わせんじゃねえ。そういうストレートなの。大人には逆にやばいんだよ。てかララさんさ、ここで俺誠さんに告白するのを見てたよね。私はさ、こんなだし、そのだから両思いとかってやつ、ははサムっていうかさ、さらっと名前で呼んでたよね。なんなのそのイケメンぶりは。君の将来恐ろしいわいやもう恐ろしいですよ、野良猫は。私なんてすぐ捨てられるよね、これなんてね。いいけどね、別に捨てられてもさ。君の将来なんてさ、眩しすぎてお姉さん遠慮しちゃうけど、まあ君が飽きるまでは一緒にいてあげるよ。よろしくね、彼氏くん。ララちゃんには当分内緒ね。鬼のようにからかわれんの目に見えてるし。そうですね、言わないでください。いろんな揉め事に発展するんで。てかこっち見んなって、恥ずかしいんだよもう。じゃあおやすみ。それじゃおやすみ。大家さんともそういう関係になりましたね。そのなんだ、ちょっとだけお話があるのですが。ごめん、テンション迷子。高校生の彼氏くんってさすがに初めてだわ。まあ何が言いたいかっつうと、やっべ忘れちった。もしかして年のせいか。つうか逆に君から私に言いたいことってない？今なら受け付けるよ。そうですね下のやつ病気じゃないこれ好きだ好きだ好きだいやだからさ、私ストレートに耐性あんの酒くらいだからさ、どう反応すりゃいいんだちょっと病気感出してみました。これが若さ、若さの力ってか。やべ頭痛くなってきた、熱も出てきた。二日酔いより立ち悪いわこれ。今日の私なんか変だ、はは悪いんだけど一旦仕切り直させて。じゃあまたララちゃんの店でね。おやすみ、タレコミ屋の彼氏くん。で川上先生が作ってくれたカレーを受け取ると。お待たせしました、これが頼まれていたものです。恐ろしいですよね本当にこの男は。それじゃあまたね。ありがとう川上先生、助かりますぜ。いや北川君。そうだ、放課後予定はどうだ？期限が見えてきている。今日パレスへ行かないか？8日。そうだな、そろそろ行くか。マジで一旦考えるけどね。そうかまあ無理にとは言わないが、だが向こうも本気だ。このままではどうにもならんぞ。今回は絶対にしくじるわけにはいかない、それだけは忘れるなよ。ああ分かってるさ。ノートは出てるか？前回の、単元は裁判の仕組みだったな。今日の箇所は回答団も捕まったら裁判するのかだと。当然殺人と回答行為の因果関係が立証されれば殺人罪で起訴される。つまり殺人犯として裁判にかけられるわけだ。おいノラちょっとやめてください、その流れで俺呼ぶの。分かるよな、やめてくださいよ。裁判の傍聴する場合何歳まで可能か答えてみろ。これむしろ年齢の制限なんてあったの？なくない？別に高齢だからダメなんてことはないよね。何歳でもいい。これだ。その通り。危な引っ掛けかよ。その通り、裁判の傍聴に年齢制限はない。0歳だろうが80歳だろうが見ることは可能だ。少年犯罪などは例外だが基本的に公開されている。つまりお前たちでも見に行けるわけだ。まあ
心の怪盗団など散々騒がれてきた連中だ。裁判になれば傍聴席も相当な倍率だろう。犯人の顔もその手口もまさに注目の的だ。あれこれ後々そうなるという伏線ですか。全員にその知られてしまうというか。よくわかるな、本当に不良やるじゃねえか。なんか伏線な感じがしたね。しかし有罪にするには犯行手口と殺人の関係を立証せねばならんわけだし、怪盗団の取っている方法は少なくとも我々の陣地を超えている。立証するには現行犯逮捕ぐらいしか。ふーむ、現行犯逮捕ねそういうことになりますよね、この後ね。よっ、さて、あ、奥村さんのやつ、いや、やっときたいな。まずさ、ホープを始めときたいんですよね。あら、猫くんは今日の予定決まってる？息抜きをしようと思ってる。春さんと一緒にね、過ごそうかなと。え、息抜き？この大切な時にひょっとしてこれも作戦の一環とか。今は秘密だ。ホープだこれは。うふふ、本当に何かあるみたい。そうだね、一息つくのも大事かな。ねえ、それなら新しいお野菜をおじさまに見せに行きたいな。あ、そうか、そういうホープでしたね。春と関係を深められるいい機会かもしれない。ねえ、ルブランに行きたいんだけど、よかったら付き合ってくれる？わかった、嬉しい。じゃあ早速行きましょう。どういう風にね言ってくれるかね。お邪魔します、おじさま。すみません、ご無理言って。構いやしねえよ、ガラガラだしな。確かにガラガラだ。それが作ったやつか。プロの方から率直なご意見を伺いたくて。見してみな。割と厳しめの意見くれそうだもんね、宗次郎さんなら。あ、正直見た目も味も売り物にはならねえな。割と厳しめな意見きた。そうですか。あくまでもね、一人で育てたやつですからね。けどこんな都会の、それも屋上高でここまで育てたのは大したもんだ。ああ、そうだよね。そういうふうに考えたらすごいと思いますよね。光栄です。でもうまくはねえけど、なんか気持ちがシャキッとするんだよ。薬の苦味も時にはいいってのと似てるな。それは褒めてんのかな。元は家にあった苗で、お店に出す品種の採用コンペに漏れたものなんです。おお、意外と珍しい種類なのかしら。ありがとうございます、おじさま。薬か。参考にしますね。あ、じゃあなんか薬膳料理みたいな感じでいいんじゃない。春の育てた野菜は苦味があるが、みずみずしくて力強さを感じる。うん、確かに私も食べてみて思った。おじさまが元気が出るって言ったこと、わかる気がする。あ、じゃあやっぱ薬膳効果がありますね。太陽をいっぱい浴びた野菜に体の奥から元気が湧き出るようだ。これは異世界で役に立つかもしれない。ああ、回復アイテムとして。うん、ありがとう春、これは役に立つよ。嬉しい。こんなこと怪盗団とはつながらないって思ってたのに、私が得意って言えることなんてこのくらいだから。ただでは頼めない。そうだよね、育てるの大変だし。あ、じゃあこれがコープと、これが取引ということですね。私がやりたいことなのに。いや、まあ大変だしね、育てるのね。だからその分見返りに何かしますよ、こちらも。あ、だったら時々相談に乗って。あ、もうそんなんでいいだろうね、いくらでも。
やりますよ。取引成立ね。なんだか回答っぽい。私頑張ってみるね。あるからこれまで以上のやる気を感じる。あ、そうか、これも取り調べで話されていたのか。君たち、ある大企業に探りを入れていたそうね。それは奥村フーズのこと言ってんのか。社屋に侵入した可能性さえあるとか。コネでもあったのかしらね。ハルさんがいたから、確かにすんなりいけたところはありましたね。話しなさい。誰が話すかよ。我は何時何時は仲間は売れないんでね。何時ここに新たなるちぎりを得たり。ちぎりはすなわち囚われを破らんとする反逆の翼なり。我女帝のペルソナの生誕に祝福の風を得たり。女帝自由へと至るさらなる力とならん。野菜栽培、屋上のプランターで春と一緒に野菜を栽培することができる。よし。ほう、野菜栽培について、ガーデニングが得意な春に野菜の栽培をお願いすることができます。春が育てた野菜は元気が出る野菜に育ち、アイテムとして実用できるだけのいろいろな効果を持っています。異世界の攻略に役立てましょう。でも確かに味はあんまり良くなかったな。いやでもまあ回復すればありがたいから、こちらとしては。ありがとう。お邪魔しました。お野菜の感想とってもためになったよ。そうだ、もし欲しいお野菜があったら行ってね。苗はまだたくさんあるし、行ってくれれば優先的に育てるから。わかった、これからよろしくな。ふふ、任せて。私なりに回答団に貢献するからね。それじゃあ今日は帰るね。またね。これまあずっと続けていったらね、恐ろしい、恐ろしく役に立つ野菜を手に入れることもねできるかもしれませんからね。古着、あれ全部売ったと思うんだけどな。また新たに手に入れたってことか。そしたら夜は何をすっかな。あ、岩井さん、大家さん、岩井さんだな。岩井さんのやつこれでマックスでしょ。岩井さんとの最後のコープをやりたいと思います。世の中いろんな事件で騒がしいな。そうですよね。仕事がしたいです。お前に頼みたいことがある。今から大丈夫なんだな。どうすんだ、岩井に付き合うのか。付き合いましょう。実はな、カオルが話あるってよ。今ここに呼ぶから待ってろ。カオルくんが？この前のことですけど本当にありがとうございました。ああ、いやいや何もしてないですけどね。こちらは自分のことも知ることができて、だからちゃんとお礼を言いたかったんです。律儀ですね。家庭の問題に口挟みやがってよ。見ててモヤモヤしたからな。まだ言ってるよ。もちろんショックだったけどさ、でもそれで僕を引き取る気になったんでしょ。じゃあいいじゃん。いいじゃんって、お前がもっと前に言ってくれれば脅されることもなかったのに。そうだよね。いやでもね、そのそれで君がね大変な目に遭うんじゃないかって心配して言わなかったんですよ。親とか師匠ってのは一生ついて回るもんなんだよ。俺もダメな両親のおかげで赤の他人に疲れたり、それを言い訳に。僕の父親はダメじゃないけど、ミリタリーショップの立派な店長だよ。そう言ってますけど。岩井さん、カオルは負けない。ああ、この調子なら心配ねえな。
結局俺の一人相撲だったのか。生まれだの育ちだのそんなもんにとらわれてたのはよ、カオルを見る目が歪んじまってたかもな。ガキの頃の思い出や腐ってた自分自身のせいで。許してあげるよ。お前なんか性格変わってねえか。なんか強気の姿勢になりましたよね。どうしてここまで父に協力してくれたんですか。ああ、父から聞いたんです。津田さんの情報とか集めたんでしょ。まあやっぱ最初はあのガンカスタムのためでしたけど。その筋の人の揉め事に関わるなんて、普通そんな危険なことまでするかな。ほっとけなかったからな。それが全てよ。怪盗とかなら話はわかるんですけどね。義具、義族っていうの。怪盗って弱い者のために戦ってるんだし。何の話かな。みんないろいろ言ってるけど、僕は怪盗団をかっこいいと思ってて。あ、そうなんだ。あ、セクハラ教師の事件も囚人だし。カオル、時間だ。スーパーは閉まっちまうぞ。今日の晩飯、お前の当番だろ。やば、失礼します。ありがとう、岩井さん。多分岩井さんも気づいてたんでしょうけど。ガキってのは成長が早い。生意気に育っても困るが、面白いもんだな。さて、閉店準備だ。お前、シャッター下ろせ。何も言ってこないね。怪盗団の津田も急に変わったよな。あ、あんまニュースは見てねえけどよ、まさにあれが改心なんじゃねえか。津田が改心して助かんのは俺だ。だがそんな事情を知ってんのは他に誰がいる。さてね、偶然なんじゃないんですかね。そうかい。まあ安心しろ、あんなもんの正体なんざ知ったことじゃねえ。だが騙されたもんだぜ。マニアだかなんだかはブラフだったんだな。そんなことないけどな。ただの手駒で雇ったのに、いつの間にかカオルの兄貴分か。ずいぶん弟が増えたね。その怪盗団ってのは俺の銃で悪党を倒してんだろ。まあそういうことになるかな。困ってる奴を助けるためか。岩井さんのおかげもあってね。面白い。例の特別メニュー、今まで以上に力入れてやってやるよ。借り作ったままは嫌なんだ。お前だけにとっておきの仕事をしてやる。それが俺にできる支援だからな。ありがてっすよ、ムネさん。我は何時、何時は我、何時ここにちぎりを決命の絆へと転生せしめたり。絆は反逆の翼となりて魂の首輝を打ち破らん。今こそ何時、軽視者の究極なる悲哀に目覚めたり。無人の力を何時に与えん。プライスレス。銃のカスタムを無料で行えるようになる。最高。よし、よし。アティスの合体が解禁されました。だがモデルガンで何すんだ。鉄火場に必要なのはエアガンだろ。ナイフもレプリカに過ぎん。デパートの包丁より役に立たねえぞ。それがこちらの武器になるんですよ。本当に変わったやつだぜ。閉店準備の途中だったな。さて、やるか。またな。さてさて、どんどん下がっていくなというか、衆院解散、いよいよですね。しかも内部分裂って。指導正義だろ。
与党でも間違っていることにはノーと言える男はまさに歩く有言実行。こんな時代だからこそああいうのに国を導いてほしいね。指導の信徒未来連合でしたっけ。彼の言う通りもっと早く対策してれば怪盗団もとっくに捕まってましたよ。政権交代と怪盗団の逮捕どっちが先ですかね、うん、さてどうかね。結婚日を入れたらあと10日だな。いや今日は行きます。絶対今日は行く。なんかあっという間だね。ちょっと時間かけすぎちゃったな今回。これに失敗したら私たちどうなるのかな。もうそんなこと考えんな。うまくいく、そういう風に思っとこうぜ。確実じゃないけどな。やる前から弱気になるのよくない。そんなんじゃ成功するのも失敗するぞ。たまにはいいことを言うな。喧嘩売ってんのか。本当二人仲いいね。え、どこが心外だ。こっちこそだ。ほらやめなさい。不安なのはみんな同じよ。誠も？ええ、今回はさすがにね。そんな風に育てた覚えはないぞ。龍二しっかりしろ。なんで俺だよ。まったくいいメンバーだぜ。よし、じゃあ今度こそパレスに行きたいと思います。では次回新島パレス攻略ということで。